旧斎藤家別邸は新潟県新潟市中央区にある文化施設。庭園は旧斎藤市別邸庭園として国の名称。斎藤家の四代斎藤喜十郎が大正7年に別荘として建設したもの。砂丘地形を利用した海遊式の庭園と近代和風建築の修作と言われ平成17年に保存を願う運動が市民による署名。 募金運動、市議会への請願などにより、平成21年に新潟市が交有化した。平成25年3月に、庭園が大正時代における港町、昭和新潟の造園文化の発展に寄与した庭園であることから、旧斎藤市別邸庭園の名称で、国の登録記念物に登録された。2年後の平成27年3月には、 大正期における港町、小都新潟の風土色豊かな庭園の事例として、優秀な風地を伝えることから、芸術上の価値及び近代日本庭園史における学術上の価値は高いとして国の名称に指定された。名称に指定されたため、文化財保護法の規定により登録記念物の登録は抹消された。新潟島の中心市街地、小町から見て、 北西側の砂丘地帯、西大畑町に位置しており、周辺には新潟市美術館、砂丘館、暗号風の館、北方文化博物館新潟文館といった観光施設が多く点在する。ありがとうございます。